越えたんだ。ひらひらの羽をつけて、ふわふわのドレス着ていた。地上にまた抱いた。キラキラの星。京都大学を卒業した前山田は彼女たちに勉強も教えてきた。もうダメだ、めっちゃ最後の最後に不祥です。おお、血が取れたよ今。主演女優がついにさっきね、コメント見てたんですよ。さ、小テスト直るって人がいたの。はははは。はどういうこと？小テストやりながら見てるの？そういうことじゃない？そうなの？そんなことってでもありえるのか？分かんない。カンニングだよ、カンニング。そんなの今答えてるそうだね。じゃあ答え教えてあげようか。それね、多分ね、電気発電所だよ。小テストやってるっていうから答え教えてあげたの。電気発電所答えが、それか紅葉。紅葉、え、もう全然わかんない意味が。それか、もし教科が違うなら、教科が違うと、教科が違うなら徳川家康か家光か。家康か家光か、家康初代か三代かってこと。そう、ただあの、分かったんです。もう悪い大人は私たちの前に壁を作ってくれないんだなと思って、だから私たちが今度は自分たちで大人の事情とか関係なく、もっといろいろなことをやっていけたらいいなって思いました。私たちは天下を取りに来ました。でもそれはアイドル界の天下でもなく、芸能界の天下でもありません。みんなに笑顔を届けるという部分で天下を取りたい。そう思います。みんなに嫌なことがあっても、私たちを見てずっと笑っててほしいです。目の前が真っ暗になってしまった時は、みんなのそのサイリウムを目当てに進んでいけたらいいなと思います。